三姉妹の健康トライアングル。はい、今日も始まりました。司会のなおです。長女まりこです。次女りえです。三女さくらです。よろしくお願いします。はい、4月から新生活が始まります。今から不安でイライラしたりそわそわしたりちょっと不安定になっているということなんですけど、何かおすすめの漢方薬はありますか？漢方薬はいろいろあります。日本での新生活が始まる、新しい大学だったり新しい専門学校だったり新しい高校だったり、それから、新しい会社に行ったりとかする季節が春ってことがほとんどなの で、うん、でその春っていうのが前も話した肝臓の季節って言われてて、うん、で肝臓っていうのはすごく伸びやかに痛い臓器なんですけど、春の季節に特にそういうストレスとか新しい環境っていうのはやっぱりストレスを感じやすい季節になると、肝臓自体がなかなか伸び伸びできない。でも本当は伸び伸びしたいんだけど伸び伸びできない。でその時に現れる症状としてイライラ、それからふわふわ、それからめまい、ひどくなると頭痛、それから不眠、眠れないっていうような症状が起きやすい季節になります。もともと肝臓病とか肝臓に病気を少し持ってる方も春の季節にこのような症状、だるさとかっていうのが起きやすい季節にはなってるんですね。でその時におすすめなのがお食事だと酸味のあるもの、酢の物だけじゃなくて柑橘系のグレープフルーツとか、あと促肝作用って漢方では言うんですけど、香りのある食材ですね。春菊とかシソとかパクチーとか、まあ、そういう香りのある食材は促肝作用って言って、まあ、みかんとかグレープフルーツもそうなんですけど、すごい香りが爽やかな香りで肝の熱をこう飛ばしてくれるっていう力があるので、そういうものを召し上がっていただいたり、食事の中で少し取り入れるっていう感じですね。で取り入れてもらうのと、漢方薬だと小腰顆粒って言って肝の組節、肝をなるべく伸びやかにしてあげるような漢方薬っていうのがあります。他にも神小腰さんとかっていうのもあるんですけど、少し神小腰さんにはチモっていう体を冷やすものが入ってるので、あまり長期的にはおすすめしないんですけれども、そのチモが入ってない小腰顆粒っていうのが長期に使っても安心できるっていうもので、まあ、結構飲んでいただくとだいぶイライラとか不安とかがなくなって、安定しましたって言って、だんだん1日3回から1日2回から1回、それからとんぷくイライラした時だけとか不安のある時だけっていう風に飲むっていうような方が多いかなと思いますので、そういうような漢方もあります。血の巡りが悪くなると冷えて、そうすると気も巡りづらくなる、もう肝の組節も余計しない、肝が滞る、体自体も滞る、肩こる、頭痛起きるっていう症状になりかねない、でイライラする。漢方の世界ではやっぱりその気血、血の巡りがいいことと気の巡りがいいこと、すごい重要なので、まあ、そうなってれば大体水の巡りもいいとかっていう風になるので、冷やさない男性でも女性でも冷えてない体っていうのは重要なので、あとは運動ですよね。ヨガとかストレッチとか、自分自身で体を物理的に動かして、そうすると体血流が良くなると気も巡るので、それもいいと思うので、体を動かすのはやっぱりご自宅でも取り入れてもらう、今いろんなね YouTube とか無料でできますので、はい、ヨガとか太極拳とかってすごい呼吸を整える、気を整えるっていうのがこの新生活でもすごい、新生活以外でも重要なんですけど、新生活ではより重要になるので、そうすると自律神経が整いやすい、そうするとこういう春の揺れやすい季節なんですよね。風もバーって吹くの、はい、自然界も風がバーって吹くのと同じように、私たちの心体もバーッと急にイラッとくるので、母親でしたらとか父親でしたら子供にイラッてバーって怒ってしまうとか、子供もガーンってイラッてして下の子に当たったりとか、そういうことが起きやすい季節なので、
まあ、そういうのをなるべく整えておく、あの自律神経を整える、気を巡らせる、血を巡らせておくっていうのは、まあ、特にこの春の新生活の時期には重要かなと思います。食べ物なんかもね、ほんとお野菜多くして温かいものを取ってリラックスしたり、うちのバースとかをね飲んでいただいて、あの気分もね落ち着かせるっていうのも、まあ、そういうのも一つの方法だし、よくあのリエさんがよく言ってる、夜になったら少しねこうあのろうそくの光っていうアロマ焚いたりとか、ゆっくりする時間を作るとか、まあ、それこそ早く、なるべく早く寝る、寒の季節はどうしても疲れやすくなるじゃないですか。だから私もあのこの春は多分一番睡眠とってるような気がするんですよ。本当に今深谷野菜が美味しいんですけど、その緑のものをたくさん食べる、これもあのすごく肝の熱が落ち着きやすいです、はい、自然界の緑のものを見たり、あと芝生を素足で歩いたりとか、そういうのがあの漢方では肝 の、 あの熱を冷ますっていう風に言われておりますので、はい、ということで今日は4月から新生活が始まる方ですね、不安が起きてしまっている人への対処法と漢方薬のお話をしました。食事や普段の生活など気をつけて、それでも良くならないなっていう方はぜひご相談ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。